き、漱石、マドンナ、大好き松山、幸せ未来塾。あれどうしたんですか？あの懸垂幕。懸垂幕？松山市は人口50万人以上の都市の中で9年連続1人1日あたりのゴミ排出量が最小だったのよ。すごい。ただね、最新の結果では残念ながら2、10年連続はならなかったのよ。塾長、元気出してください。ん？私が日本一返り咲きに向けてバックアップします。再びゴミ最小を目指してみんなで取り組もう3010運動。マドンナさんは食品ロスという言葉を知っていますか？そう。食品ロスとはまだ食べられるのに廃棄される食品のことです。日本では年間およそ621万トンが廃棄されていると言われています。これは日本人1人当たりに換算するとお茶碗1杯分およそ 134g の食べ物が毎日捨てられている計算になります。それはダメですね。はい、その食品ロスを減らすために2つの工夫をしてください。2つの工夫？1つはおうちご飯で一工夫。買い物前に冷蔵庫をチェックして買いすぎを防止する。消費期限と賞味期限の違いを理解する。食材を無駄にしないレシピの活用。なるほど、勉強になります。2つ目は外食時の一工夫。小盛りメニューがあれば利用する。人数やメンバー構成を見て食べられる量を考えて注文する。小さな積み重ねによって食品ロスの削減につながるんですね。はい、でもそれだけじゃないんです。松山市の1人1日あたりのゴミの排出量は 817.5g で前回から 4.5g 増加しています。その大きな要因として飲食店や小売店、事業所などから出る生ゴミなどの可燃ゴミが増えたことが考えられます。家庭ゴミは 1.3g 減る一方で、事業所などから出る生ゴミなどの可燃ゴミが 5.8g 増加しています。もしかして食べ残し？そうなんです。マドンナさんは会食の席でこんな場面を見たことはないですか？料理を勧められても満腹で食べられない。会話に夢中で料理を食べる時間がなかった。いろんな料理が出たけど量が多くて食べきれなかった。ほんともったいない。このような食べ残しを減らすために松山市では3010運動を推進しています。親睦会などの会食時に最初の30分は自分の席で料理を楽しみましょう。会食最後の10分は出された料理を残さず食べましょう。なるほど、3010運動で食べ残しを減らしゴミの減量、素敵な取り組みですね。東京オリンピック・パラリンピックのおよそ5000個の金銀銅メダルを全国各地で集めた携帯電話や小型家電から抽出したリサイクル金属で作る都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトが実施されています。松山市もこのプロジェクトに賛同して6月から取り組んでいます。皆さんのご協力をお願いします。おうちご飯で一工夫、外食時の一工夫。今年は食べ残しをなくそう。3010運動で再びゴミ最小日本一。どうですか塾長、私成長したでしょ？そうね。じゃあお昼ごちそうしてください。嫌です。いいじゃないですか。